でも実際 N さんにね、薬物持ってこられて、レイプされて、監禁されて、暴力振るわれて、お前なんか芸能界いられないようにボコボコにして海に沈めてやると、俺の周りにはそういうことができるやつがいるんだと脅されたわけですから、それも事実ですから。まあ薬物ずっとやってる人は賢いからわかるでしょうけど、その人だけは絶対捕まりませんね。なんでかわからないけど、他の人はね、なんか大麻とか覚醒剤とかなんかって捕まってる人多いですけれども、その人だけは捕まらない。なんでだろうっていうぐらい。長渕剛、今いろんな疑いがかかってます。あなたに疑いがかかってます。長渕剛さん、あなたは十分発信する能力ありますよね。あなたが YouTube で、あなたが Twitter などで反論すれば対抗言論できますよね。このまま女優やってけって思ってんのかよって言われたんですよ、男の子の共演者に。それで犯人が覚醒剤 N さんに、お前なんか芸能界にいられないようにボコボコにして海に沈めてやると、俺の周りにはそういうことができるやつがいるんだと。そうです。で、おまわりさん殺されちゃうわ、殺人事件は私の家の近くだし、もうすべてが一致しちゃったんです。それは一致してしまったのは一致しちゃったんですよ、私の中でね。その PTSD だったから全部がブワーって一致しちゃったのは私なんですけれども、それで私はその N さんが人を使って、俺の周りにはそういうことができるやつがいるって言ってて、犯人が覚醒剤やってたから、私もしかして殺されんじゃないかと思ってっていうことにつながるんです。はい、こういう一連が実はあったんですよ。だから私殺されんのかなと思って。そうです。それで、それを知ってるのは誰一人いないです、そういう気持ちでいたっていうのは当時。まあこれはもう本当に PTSD っていうことだと思うんですよね、複雑性 PTSD になってるっていうことだと思うんですね。それで、まあ芸能界を2009年に辞めて、まあ2010年ですね、まあ先日もお話ししたけど、殺人事件のフラッシュバックっていうのはないんだけれども、殺されるっていうのが抜け切れてなかったんですよ、自分の中で。殺される、殺されるっていうのが。それで私、この感覚ってなんでだろうと思って、そうだと思って、 N さんだと思って、私 N さんに事務所です、事務所に電話をして、N さんとお話をしたんですよ。 N さんケロッとしてるんですよね。だって N さんにとってはね、別に悪いことしたと思ってないですよ。その薬物やってしょっちゅうやってるのかもしれない、わかんないですけどね、そこら辺あんまりわかんないこと言っちゃったら悪いですけど。で、私が殺人事件に巻き込まれたなんて多分ね、もちろん知らないことだと思うんでね。それで私お会いしたいんですけどって言ったら、じゃあ事務所に来ていいよってことになって、事務所に行ったんです。それで私のこう、まあ風貌を見て彼はびっくりしたんですよ。で、応接間に通してもらって、後からその N さんが入ってきて、まあライブの話とかチラッチラッとしてたけれども、お前太ったな、どうしたお前太ったな、もう別人ですか、髪の毛ベリーショートにパンパンな顔してたんで。それで私が、いや実は私殺人事件に巻き込まれて精神科に行ってんですよって言ったんです。そしたら、とかって、とかって、すごいもう声がひっくり返っちゃってる、その N さんが。それで N さんは応接室から出てっちゃったんですよ。うーわ、これもう賭けですよ。殺されんのかなと思って、どうなんだろうと思って。で、30秒ぐらいしても N さん応接室に戻ってこなかったんで、もう私も長くいたら失礼だなと思って出てったんです。応接室を出たら N さんとマネージャーさんがこう腕組みをして、下を向いて微動だにもしなかったんですよね。それで、なんとなく分かったんですよね。ああ、N さんがこう
私の中の PTSD で殺されるっていうのがもう抜けきれなかったけれども、 N さんは私を殺しに来たわけではないんだと、あ、誰かを使ってね、それを自分のこの中に入れたかったんですよ。こう俯瞰、なんていうのかな、こう、そう、上っ面のことじゃなく、もう確信として思いたかったんです。それを確認しに行きたかったんですよ。それで、その N さんの事務所っていうのがエレベーターで上がってきたんで、そのまま会話することもなく、私はエレベーターに乗って下降りていこうと思ったら、ちょうどその時私ワンピース着てたんですけれども、もうワンピースの後ろのチャックがなんか降りてたらしいんですよ。でエレベーターの方向いて、後ろに N さんがいて、 N さんが私のワンピースのチャックをキュッと上げてくれて、私が振り返ったら N さんとマネージャーさんが床に頭を押し付けるぐらい、ありがとうございましたって私に頭を下げたんですよ。で私は、ああ私殺されないんだと思って、全部偶然が重なっていたんだと。一個一個本当のことですよ。中学の時髪の毛切られ、学校の先輩天まで届けて泥棒扱いされた、その N さんにね、薬物持ってこられてレイプされて監禁されて暴力振るわれたと、何度もそういうことがあったと。事務所の人に相談しても助けてくれないと。殺人事件に巻き込まれたと。犯人が覚醒剤やってたと。家の近所での殺人事件だと。全部、いや事実だけれども、殺されちゃうっていうのが抜けきれなかったと。でも N さんが私を殺すわけではなかったんだっていうのを、そう、そこでなんか、うわー、これは本当に私 PTSD だったんだと思って、それで少しその N さんイコール殺されるとか死っていうものが、つながってたものが離れたっていうことになったんで、自分で落ち着いて、あ、違かったんだって、これは本当に私の PTSD の症状だったんだなと。でも実際 N さんにね、薬物持ってこられて、レイプされて、監禁されて、暴力振るわれて、お前なんか芸能界いられないようにボコボコにして海に沈めてやると、俺の周りにはそういうことができるやつがいるんだと脅されたわけですから、それも事実ですから。それで私は自分の中では安心しましたよ。これ、それは N さんとその殺人事件っていうのはつながってなかったんだと安心したけど、でも N さん、どら、私は芸能界もやめ、もういろんなことが、もうふざけんなっていう気持ちがもう許さないと、これで N さんを許すなんて絶対ありえないと思って、私はもう一回事務所電話して、ちょっと N さんに会いたいと。もう、でも、もう、かばいますよね。で、まあ、まあ、これ以上ちょっと話すと、普通の一般の人が、私、一般の、もう芸能界と全く関係ない人が、動いてくれて、私を助けてくれたので、ちょっとこれ以上はちょっとお話できないんですけれども、最終的に、この、芸能界とか事務所の社長とか、そういうの全く関係ない人が、N さんに、まあ、若林志保ちゃんって子が、N さんに、お会いして30分でもいいからお会いしたいとっていう風に言ってるんですけれどもって、私もそういう風に伝えたんです。私が伝えたの、こういう風に言ってほしいと、30分でもいいから会ってもらって謝ってほしいと。私をね、私の家に薬物持ってきてね、レイプして監禁さえして暴力振るって、それが1回2回じゃないから、撮影中もそう、熊本で撮影だったんですよ。その時ホテルでボコボコにされたんでね、私だ、そういうやっぱりそういうことされて、いい作品も私も作れなかったから、やっぱり私が残してきた作品って、もうそんなのことばっかりで、もう 120% の力を発揮できてなかったっていうのが、まあこれはもうただの愚痴になっちゃうから、まあそれはまああれですけど、とにかく N さんに直接お会いして30分でもいいから会って謝ってほしいって。そしたら N さんは会いたくないっていや、もう会いたくないですってなんか言ってたらしくて、なんでかわかんないけど、で結局直接お会いして謝罪していただくことがなく、
今日に至ったってことなんですよ。その N さんの事務所に行ったのが2010年ですけれども、それからもう13年経ちましたけれども、その N さんってミュージシャンなんですけれども、今でも活躍してるんですね。で、私複雑性 PTSD ですから、その N さんがテレビに出てくると正直 PTSD の症状は出ます。テレビのチャンネル回します、回すとは言わないのか、チャンネル変える、まあそう、あの N さんが出てきたらチャンネル変えますから。で、その N さんってやっぱり日本を代表するミュージシャンなんて言われてる、私はそう、あのよくわかんないですけど、興味ないんで。だからね、街を歩いてたりすれば流れてる時もあるし、うん、だからなるべく、そうですね、なるべく、まあ、避けて通っても避けれないですからね。突然音楽が流れてきたりするわけだから、テレビで突然出てきたりするわけだから、知らないでねテレビつけたら出てたなんていうことがあるからね。だから私は、うん、そういう意味できっとずっと PTSD、 複雑性 PTSD は治らないと思うんですよね。本当に会って30分でもいいから会ってもらって、あの時は申し訳なかったと言ってくれれば、私も少しはなんか今よりは許せる気持ちになるけれども、それで PTSD ももうちょっと落ち着くと思うんですけれども、まあ落ち着くっていうか、だいぶもう全然落ち着いてますけど、ただその N さんに関してだけはもうやっぱ怖いですよね。あの暴力、個室の中で監禁されて暴力振るわれて、だからそれは、うん、あと私がその後どういう行動を取ったかっていうのは、もうここでお話ししちゃうと、その人がね薬物やめちゃったら困るから逆に薬物やってもらっててね、捕まってもらった方がいいわけだから、私がその後どういう行動を取ってるかっていうのは言いません。まあここまで言えばね、まあ薬物ずっとやってる人は賢いからわかるでしょうけど、その人だけは絶対捕まりませんね。なんでかわからないけど、他の人はね、なんか大麻とか覚醒剤とかなんかで捕まってる人多いですけれども、その人だけは捕まらない。なんでだろうっていうぐらい。だから私は今回覚悟を持ってお話をさせてもらいました。ほんと捕まってほしい。私に謝罪するつもりがないんだったら、あの捕まってほしい。警察の人がねちゃんと動いて、その N さんをあの捕まえてほしいなって思います。で、捕まるのが嫌だったら薬物やめるとかね、私のところに来て30分でもいいから、あの時は申し訳なかったと謝罪してくれれば、それで私はいいので、それで私は許します。だからもし、まあね、その人お忙しいだろうし、こういうのは見ないかもしれないけれども、まあ誰かからね、なんか若林翔ちゃんがこういうこと言ってたよとか、 N さんってもしかしてお前のことじゃないとかってなんか耳にしたら、本当に申し訳なかったっていうつもりがあるんだったら私に謝ってください。じゃなかったら私はもう絶対許さない、逮捕してもらうっていう思いです。はい、そういう話を、うん、させていただきました。でですね、そんな中で今回長渕剛というねミュージシャンですけども、本当にこれ危険なので、これから皆さんこの長渕剛に関する情報ぜひ注視してください。覚醒剤で一度逮捕されたことがありますが、まあ覚醒剤取締法違反で逮捕されたんですが、その後ですね、まあ、罪が軽いということで不起訴処分という次元なんです、あのそのレベルなんですが、これからぜひね長渕剛、今いろんな疑いがかかってます。あなたに疑いがかかってます。長渕剛さん、あなたは十分発信する能力ありますよね。あなたが記者会見をするといえば、いくらでもメディアは取り上げてくれますよね。あなたが YouTube で、あなたが Twitter などで反論すれば対抗言論できますよ ね。あなた自身の言い分をぜひ聞きたいと思いますが、ぜひ皆さん長渕剛についてですね、最新のネット情報をですね、ご覧いただければと思います。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな。
俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお客のさ、多分何がお客さんの方もっと一発自信よ、お客のアウトはもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテッカー。